セアトのイワン・ミュラーがシリーズタイトルを獲得した。後方はアンディ・プリオールの BMW2008 年の世界ツーリングカー選手権は2008年3月2日にブラジルのクリチバで開幕し11月16日にマカオ市街で開催される最終戦マカオまで全12ラウンド全24戦で争われた。選手権はスーパー2000及び ディーゼル2000の車両で争われる。フランス人ドライバーのイヴァン・ミュラーがチームメイトのガブリエル・タルキーニに26ポイント差をつけてタイトルを獲得した。シボレーのロバート・ハフがタルキーニに1ポイント差の3位となった。マニファクチャラーズタイトルはセアトが獲得した。アンディ・プリオール、ブランズハッチでアラン・メニュブランズハッチでガブリエル・タルキーニ ブランズハッチで、ジェームズ・トンプソン、イモラで、トム・コロネル、岡山でヤープ・ファン、ラーゲン、ブランズ・ハッチで、中、マカオベースとする RPM レーシングチームは、トータ・ール・テッザと、ホンダ・シビック・タイプ・ R を用意し、マカオのドライバーである、レイ・キット・メント・ジョー・ロ・サマー・ツァイを起用して、最終戦マカオへの参戦を計画、カーナンバーも64、65と決定していたが、 FIA のツーリングカー部門は2台の車両がホモロゲーションを満たしていないことからこれを却下した。暫定カレンダーは2007年11月に発表された。スウェーデンでのレースは9月21日にアンデルストープで行われる予定であったが、FIA は2008年5月3日にスウェーデンでのレースに変えてイタリアのイモラでレースを開催することを発表した。ありがとうございます。